こんにちは、TCB の高柳ゆい子です。今回はヒアルロン酸包強、脂肪注入、シリコンバッグの比較とそれぞれの触り心地について解説させていただきます。このチャンネルでは他にも包強や美容に関する動画を配信していきますので、チャンネル登録と他の動画のチェックもよろしくお願いいたします。ヒアルロン酸包強、脂肪注入、シリコンバッグ、それぞれの施術方法について解説させていただきます。ヒアルロン酸包強は注射器を使ってパストにヒアルロン酸を注入していきます。脂肪注入は体にある脂肪を吸引してパストに注入していきます。シリコンバッグはメスを使って脇を 4,5 センチ切開して、そこからシリコンバッグを挿入していきます。次にダウンタイムについて比較していきます。ヒアルロン酸包強は術後数日間筋肉痛のようなお痛みがありますが、翌日からお仕事に行かれる方も多く、ダウンタイムが最も短いお施術です。脂肪注入はバスト自体のダウンタイムは1週間程度ですが、脂肪を吸引したお腹や太もものダウンタイムが辛く、完成形までには1ヶ月程度かかります。シリコンバッグはダウンタイムが一番辛いお施術です。数日間動けないようなお痛みがあり、少なくとも1週間程度はお仕事のお休みが必要になります。次に持続について比較していきます。ヒアルロン酸包強はメニューによっても異なりますが、長いものでは2から3年程度で吸収されていきます。ヒアルロン酸は徐々に体内に吸収される成分なので、持続を維持するためには定期的なメンテナンスがおすすめです。脂肪注入は1回の施術への脂肪の定着率は 30-40% と言われていて、2、3回に分けて繰り返し注入していくと脂肪が定着し、効果が維持されます。シリコンバッグは一度施術すれば半永久的なボリュームアップが可能です。ただし術後10年以内にシリコンバッグが破裂したり変形してしまったりすると、入れ替えが必要になる場合もあります。ここまでそれぞれの施術の比較をしてきましたが、まとめますと、3カップ以上のボリュームアップや持続重視の方にはシリコンバッグ、安全性やバラ肉酸重視の方には脂肪注入やヒアルロン酸包強、特にダウンタイムが取れない方にはヒアルロン酸包強がおすすめです。それでは次にヒアルロン酸包強、脂肪注入、シリコンバッグのそれぞれの触り心地について解説させていただきます。仕上がりの柔らかさは症例写真では分かりにくいので、皆さん気になりますよね。私は年間1000件以上包強施術を担当させていただいていて、患者様のバストを実際に触る機会も多いので、術後のバストの触り心地についてお話しさせていただきます。ヒアルロン酸包強と脂肪注入の仕上がりはとても柔らかくふわふわで、美容外科医の私が触っても成形しているかまず分かりません。私の TikTok で術後のバストを触っている動画がありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。シリコンバッグの入ったバストは触ると硬さがあるのでわかります。特に横になった時にバストが横に流れず、シリコンの形がくっきりわかるのですぐにバレてしまいます。仕上がりの柔らかさが欲しい方にはヒアルロン酸包強や脂肪注入がおすすめで、特にデコルテの張りが欲しい方には自由にデザインのできるヒアルロン酸包強がおすすめとなります。患者様のご希望を伺いながら丁寧にデザインしていきますので、気になる方はぜひカウンセリングにお越しください。実際に授乳後の患者様でデコルテの張りがなくなってしまって気になっていたという方でも、デコルテに張りが出てご満足いただいている方もたくさんいらっしゃいます。他にも、もともとバストの小さい方でもヒアルロン酸を注入してバストアップすることで自信を持って水着を着られるようになったという患者様もいらっしゃいます。ということで、今回はヒアルロン酸包強、脂肪注入、シリコンバッグの比較と触り心地の違いについて解説させていただきました。少しでも皆様の参考になれたらと思いますし、他にもご質問がございましたら随時コメントで受け付けておりますので、コメントよろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録と、インスタグラムと TikTok も随時更新しておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。